はい、皆さんこんにちは。今日も一日お疲れ様でした。本日7月1日からレジ袋有料化になりましたよね。今日から使おうと思って準備していたんですけれども、家に忘れてしまいました。ということで急遽今日発売のミニの付録を即使用してきました。今日はちょっと早く帰ってこれたのでブルボンの補充をしてきました。帰宅後は大抵青汁を飲みながらルマンドを1本2本と食べてます。先日お家の仲間になりましたゆきちゃんの背中からルマンドを取ってます。はい、ということで改めまして今日はミニ8月号の紹介をしたいと思います。開封はもうすでにしてしまいましたので、今日買ってきたブルボンをまず紹介してみたいなと思います。このピカチュウのスタッフバッグなんですけど、お買い物袋としてもう最適でした。はい、もううっすらと見えてますけれども、はい、開けてきます。まずはもちろんルマンド様ですよね。そして次はこちらはパリンコです。さくらさんの大好物です。レーズンサンド切らしてたので一つ買ってきました。さらにはプチシリーズですね、うま塩プレッツェルです。そしてこちらです、ミニマドレーヌです。これ欲しかったんですよね、期間限定のバナナ味。はい、お待たせしました。付録の紹介していきます。今回の付録は劇場版ポケットモンスターココのピカチュウスタッフバッグです。はい、ここにロゴ入ってますね。そしてここにもロゴ入ってます。はい、でピカチュウが一面に、これは可愛いです。かなり目立ちますね。素材は軽くて丈夫なリップストップ生地が使われています。中はこんな感じです。底の部分はこんな感じ。そしてこのようにコンパクトに折りたたむことができるので、持ち運びにもとっても便利。パチッと留めることができます。こうやってくる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 巻いていけるのがとても便利ですね。巻きやすいようにこの部分にちょっと固めのプレートみたいなのが入ってます。シマコッペちゃんとユキちゃんもしっかり入ります。お買い物バッグとしてはもちろんなんですけれども、リュックにつけてサブバッグとしても使えますよ。それでは食べたかったミニマドレーヌ開封していきましょう。いや、すごいいい香りします。かなりやっぱりミニサイズですね、ちっちゃいです。はい、見てください、もうふかふか。いや、これは美味しい。ちょうどいい甘さで、やっぱりふわふわのこの食感がたまりませんね。もう一口サイズなのでどんどんいけちゃいます。はい、というわけで来月号の予告をして終わりたいと思うんですけれども、はい、来月号の予告はインスタグラムでもご案内しましたので、よかったらそちらもご覧になってくださいね。はい、それでは行きましょう。ミニの来月号9月号はこちらになります。ミルクフェド特製時短メイクパレットになっています。はい、大人気ミルクフェドのコスメシリーズですね。これ一つあればチーク、リップ、目元のすべてのメイクが完成と書いてあります。蓋の裏面が全面ミラーになっていて、リップグロス、チップ、ブラシもついております。7月31日発売となっております。楽しみに待ちましょう。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。